リーエンフィールド、リーエンフィールド、リーエンフィールドは、イギリスで開発された、ボルトアクションライフルである。1895年の採用以降、長年にわたり、イギリス軍の正式小銃として配備されていた。リーエンフィールドという名称は、設計者である、ジェームズ・パディリーの生と、王立消火器工廠がある地名のエンフィールドに、由来する。1888年に、 正式採用されたリー・メトフォード小銃の改良型として開発されたもので、1895年から1958年までの64年間にわたり、度重なる改良を加えられ、外見、使用、弾薬を変えながら、イギリス軍以外にも大英帝国及び、イギリスの植民地及びコモンウェルスの諸国の軍隊や警察において、広く用いられた。 イギリス軍では1958年に l 1 a 1に、正式小銃の座を譲った後も1960年代初頭まで使用されており、今でもインドの各州警察など一部のコモンウェルス諸国、元植民地の治安一部隊等では現役出る。現在でも人気は高く、イギリス人にとって紅茶、フィッシュチップスと並んで、こよなく愛されている重要なものと言われている。 創生産量は1億700万兆を超えると推定されている。イギリス軍部はマルティニ・ヘンリー・ライフルに代わりリーメット・フォード小銃を正式化してほどなく弾薬を黒色火薬から無塩火薬に変更した新小銃の開発を決定した。当初は発射薬のみを変えればよいと考えていたが、実験の結果、無塩火薬によって発生する高熱と高圧力によって 丸く浅いメトフォードの線上をすぐにすり減らしてしまい、重心の寿命が極端に短くなることが分かり、重心のライフリングを角型のライフリングにしたことでこの問題を解決し、新たな小銃が誕生したのであった。この小銃は一部の派生形を除き、303ブリティッシュ弾というリム、円ツきの弾薬を引き続いて使用した。ダブルカラムマガジンには、 リムなしの弾薬の方が良いという要求があったにも、かかわら、政府は、在庫が余っているリム付きの弾薬を使うため、DN フィールド小銃に、既存の弾薬を採用するように命じた。この決定は、国色火薬時代の古い設定である。三百三口径の弾薬が、第二次世界大戦、朝鮮戦争まで生き延び、コモンウェルス諸国の軍隊が、自動小銃を採用するために、 リムナシ弾薬を採用するまで使い続けられるという、誰も予想し得ない結果を生んだ。メトフォード小銃に引き続き、脱着可能な10発入りダブルカラムマガジン、複列断層を銃に備え、ボルトを解放した状態で上から5発クリップを2個、用いて10発を急弾する。脱着可能な断層を備えているということは、今でこそ普通であるが、この小銃が採用された頃ではかなり、 先進的なことであった。ただし断層を固定するレバーの操作には大きな力が必要で頻繁な脱着を意図したものではなく、弾薬の装填には断層の交換ではなく一般的な相談クリップが用いられた。この脱着可能な断層を採用することは当初一部のイギリス軍上層部に反対されていた。なぜなら兵士が や戦において伏せ打ちした際に断層をなくすのではないか懸念していたからである。こうした反対意見を反映して初期のリーエンフィールド小銃では断層と小銃本体とを短い鎖でつなげていた。さらに上層部は横断数の断層を備えた銃だと兵士が正確に狙って撃たなくなるのではないかとも予期したがこれらの心配されたことは実際には起こらず。 60年以上にわたって、イギリス軍で使われ続けた。上記の通り、同時期の諸外国の小銃に比べ相談数が多いのと、マウザー方式とは異なるボルトアクションであったため、ボルトの交代幅、回転角が小さく、素早く敗差や、装填でき、小銃器から視線を外さずに連続射撃を行うことができた。訓練を積んだ兵士であれば、1分間に20から30発、 撃つこともできたとも言われており、当時のボルトアクション小銃としては、例外的な素早さで即射させることが可能であった。以下に、イギリス陸軍での核タイプ、派生型の採用間について、表にまとめた。1895年11月、イギリス陸軍は、不標銃として30、303カラバー、ライフル、マガジン、D エンフィールド、一般的には、 マガジンリー・エンフィールド、または、エメリーとして知られる、このタイプを採用した。重心の長さは30.2インチであった。翌1896年には、重心を21.2インチまで切り詰めたリー・エンフィールド・キャバルリー・カービン・マッキーを、騎兵銃として採用した。百九十九年に、不評銃、騎兵銃ともに小改良を加えて、名称をそれぞれエメリー・マッキー。 レック・マッキーとしている。エメリーを短縮・軽量化したライフル、ショート、マガジン、D ・エンフィールド、または s メリーとして有名なこの改良型は1904年1月1日に採用された。重心長はエメリーの標準タイプと機兵重タイプとの中間のサイズである25.2インチである。s メリーの見た目の特徴は 丸く潰れた重心の先端がほんの少しだけ飛び出ている以外は重心がハンドガードで完全に覆われている点である。このバージョンは新しく開発されマウザーで用いられていた装填機構を組み込んでいる。当時短くなった重心は議論の的になった。多くの重職人、ライフル協会のメンバーは短い重心にすれば エメリーほどの命中精度は期待できないだろうし、反動がかなり大きくなるし、有効射程距離がかなり短くなるだろう。と心配していた。多くの専門家も、騎兵には長すぎるが、正確に長距離射撃をするには短すぎると感じていた。数多くあるリーエンフィールドの中で最も有名で、あると思われるのが、このエセメリー MKEE である。 1907年1月26日にイギリス陸軍に採用された。このバージョンには、簡略化された U 字型の消耗と改良された装填、廃車や機構が組み込まれ、さらにハンドガードと弾層のデザインにも改良が加えられた。空気力学的に優れている新採用の MK バイ、高速弾に適するように薬室にも改良が加えられた。 前の正式採用小銃であるマガジンリー・ミトフォードとリー・エンフィールド小銃の初期タイプであるエメリーと SMD マッキーの多くはこの SMD マカイの企画に回収された。回収されたこれらのバージョンは SMD マッキーブと呼ばれることとなった。第一次世界大戦中 SMDMKEE は生産に手間がかかりすぎることが判明した。 1915年の後半になり、需要が供給量を追い越してしまったので、そこで、簡易型の SMRE MKEE がイギリス軍に採用された。最も顕著な変更箇所は、断層から薬室への相談を止めるマガジンカットオフと呼ばれる機構と、長距離の目標に合わせる照準機を省略した点である。風の影響を考慮して、消耗を調整する機能も、 同様に省略された。マガジンカットオフ機能は第一次大戦終結後省略されなくなったが1942年までには全く必要のないものとなってしまった。オーストラリアとインドでは紛争時の標準的な小銃として保持、生産されていたが容易に生産が可能な設計であるからである。オーストラリアでは朝鮮戦争でも使用され、 1950年代後半になり、L1A1 にその座を受け渡すまで、正式採用小銃の座に留まり続けた。特に、北、アフリカやアジアにあるコモンウェルスの国々では、第二次世界大戦以降においても採用され、続けることになる。アイルランドでは1922年建国と同時に、SMERI MKEE を正式小銃として採用した。すでに、 アイルランド独立戦争において IRA で広く使われていた。アイルランド内戦では条約支持派と反条約派の両サイドで用いられ、その後 IRA によって1950から70年代にかけて使われたのである。1926年、イギリス陸軍は武器の命名法を変更した。その結果、SMD は名前が代わりライフルナンバー 1MKEE。 または、ライフルナンバー 1MKE として知られるようになる。それと同時に、エメリーとレックは、エセメリーマッキーなどの初期のエセメリーと一緒に廃止された。多くの MKE と、魔界が22口径の拳銃弾を使用する、ライフルナンバー2と名付けた、訓練用ライフルに改造された。従来のエセメリーは、多くの鍛造や機械加工を必要とするために、 大量生産するにはかなり高価だった。価格と工程の多さを解決するために、複雑な部品の数を減らすなどのいくつかの試みが1920年代に行われていた。その試みの集大成が、エセ、e、メリー MKV である。MKE から、改良点は、消耗に改良が加えられ容易に、なおかつ迅速に標準をつけることが可能になったことと、消耗を いてから見て、手前の側に移動させたため、小門と小生との間が距離が離れた結果、照準の精度が上がり、有効射程が向上した。マガジンカットオフ機構がまた組み込まれることになり、バンドを重工の手前に追加したことで重剣を使う、際の強度不足は解消された。しかし、MKV は大量生産するとなると、MKE より、 はるかに複雑で効果になってしまうことが分かり、開発は終了、限定的に1922から24年にかけて2万兆、生産されただけで試作品の域を超えることはなかった。重重心でなおかつ、フローティングバレル、重心が重傷及びハンドガードから少し浮いていて、干渉することがなく、命中精度を追求する場合に用いる、狙撃銃本体を参照。で、 MKV で採用された新しい小耗とマガジンカットオフ機構が省かれたライフルナンバー 1MK バも開発されたが1930から33年の間2 0 2 5兆だけ生産された。1930年代末になり新しい小銃への要求が高まり1939年に採用されたのがこのライフルナンバー 4MKI である。 1939年に採用されたが、41年まで大量生産されることはなかった。このライフルナンバー 4MKI は、ライフルナンバー 1MKB に類似している。しかし、最も大きな違いは、より簡単に大量生産できるようになった点である。一目でわかる、外見上の違いは、s m r、e、とは異なって、ハンドガードから重心が飛び出ている点だろう。 ナンバー 4MKI は、ライフルナンバー1魔界に比べ非常に重たい。これは、銃全体を強化し、命中精度を上げるために、肉厚で重い銃身を採用したからである。新しい銃剣もこの銃の開発に並行して、開発され、スパイク、バイオネットと呼ばれる銃剣が取り入れられた。これは、銃、剣という名前だが、本質的には、先端が、 マイナスドライバーのように尖っ棒を銃にしっかり固定されるようにしたものであり、兵士からは豚をつっつく棒だとあだ名された。第二次世界大戦が終盤を迎える頃、銃への装着方法は同じだが、刃がついた一般的な形の銃剣が開発、支給され、スパイク、バイオネットと同じくらいの数が使われた。第二次世界大戦が進むにつれて、 大量生産向きにした簡易型であるナンバー4、MKI が生まれた。照準機の設定距離を600メートルまでに限定し、消耗をただの穴としたピープサイトと呼ばれるものに変更している。この簡易型であるナン、no. バー 4MKI は、カナダのロングブランチアーセナルとアメリカのサベージ、スティーバンス・ファイロームズでのみ生産された。その一方で、第二次世界大戦の間を通して、 ナンバー 4MKI はイギリスでのみ生産された。今後動乱で、もっと近代的な火器が必要なことに気がついたため、1960年代、初頭に、正式採用小銃の座は、FN フェルにとって変わられた。軍用の武器としては不足な点があるにもかかわらず、陸軍の予備役用に1990年まで、使われていた。使った兵士には親しまれていたという。 では、ナンバー 4MKI は戦後も使われ続けた。第二次世界大戦から数年経ち、イギリス陸軍はライフルナンバー 4MK2 を採用した。トリガーの回転軸をトリガーガードから銃本体へと移したことで、より洗練され、機能が向上した。重傷をブナ材に変え、片当て部分が真鍮に戻された点が MKI との外見上の違いである。 ナンバー 4MK2 の導入に際し、イギリス陸軍は在庫となっているすべての MKI を MK2 企画に回収した。MKI から回収されたものをナンバー 4MKI2、MKI から回収されたものをナンバー 4MKI3 と名付けた。第一次、二次世界大戦と朝鮮戦争の間を通して、数多くのリーエンフィールド小銃が狙撃銃に改造された。 第二次世界大戦中は新たに狙撃銃を設計せず、ナンバー 4MKI の生産ラインから精度の良いものを選び、消耗を取り外し、木製のチークパッド、砲当てとナンバー323.5倍スナイパースコープ、狙撃眼鏡を取り付けるなどの改造を施すことで、狙撃銃を製作した。この独特なナンバー二三点五倍スコープは、1 9 4二年に m k 一が、 43年に MK2 が44年には MK34 倍が採用され、年を追うごとに進歩していった。その後、ナン、no. バー3 2 m k 3スコープには新たに L1A1 という名称が与えられている。それらの改造を施したナンバー4 m k i に、軍はナンバー4 m k i という名称を与えた。イギリスで有名なスポーツ用銃製作会社である。 ホーランドホーランドで数多くのナンバー 4MKI が狙撃銃へと改造されていった。これらの狙撃銃はオリジナルの状態で1960年代までの多くの紛争で用いられることとなったが 7.62mm ナトウ弾を使用するように回収されたタイプである L42A1 は1982年のフォークランド以下でも用いられた。 オーストラリアでは、スナイパースコープ、チークパッドを取り付け、重心を肉厚で重いものと交換したエセメリー MKEE に、エセ、e、メリー MKEE という名前を与え、狙撃銃として採用した。エセ、e、メリー MKEE は、第二次世界大戦、朝鮮戦争を経験し、その後1970年代後半まで狙撃手の練習用として使われた。 第二次世界大戦末期、空挺部隊の、より短く、軽量にという要求に従い、ライフルナンバー 5MK1 が設計された。本来は、空挺部隊向けの装備であったが、主に戦後の東南アジア方面の作戦で使用された、ため、ジャングルカービンの通称で知られる。ナンバー 4MKI の重傷及び重心を切り詰め、 余計な金属製部品を排除して2ポンドの軽量化を達成したが、射撃時の反動はオリジナルのナンバー4に比べて非常に大きなものとなった。その反動を少しでも和らげるために追加されたラッパ型のフラッシュハイダーとコム製の肩当てがこの銃の外見的な特徴の一つでもある。ただし、それでも反動を十分に処理することはできず、命中精度は 良好とは言い難いものであった。設計上の欠陥もあり、製造は1947年に中止されている。オーストラリアでは、ライフルナンバー 6MK1 と呼ばれる、ジャングルカービンも同時に開発された。こちらは、ナンバー 5MK1 と異なり、ナンバー 1MKE から開発している。試作品の域を超えなかったので、今日では現存している数が非常に限られている。 そのため、コレクターの間では、非常に高値で取引されている。第一次世界大戦後、数多くの SMD が22後継弾を使用する、士官候補生や新兵に安全な銃の扱い方、射撃の基本などを教えるための訓練用小銃に改造された。改造されたものには、ライフルナンバーに MK4 という名称を与えられた。 一般にライフルナンバーに MK4 は単発式であったが、弾倉から球弾できるようにする特殊なコンバーターを取り付けたタイプも存在した。第二次世界大戦後、ライフルナンバー7、ライフルナンバー8、ライフルナンバー9と呼ばれる同じく、22ロンライファル弾を使用する訓練用小銃がコモンウェルス諸国の陸軍で採用され、士官候補生の教育や、 射撃競技に使われた。ごく少数のリーエンフィールド小銃が実験的な自動装填機構を備えた自動小銃に改造、または自動小銃として最初から作られた。最も知られているのはニュージーランド人であるフィリップ・チャールトンが開発したチャールトン自動小銃である。第二次大戦中、ニュージーランド軍は多くの人員を 北アフリカ戦線に投入していた。1941年に日本が戦争に参加した時にニュージーランドは日本が侵攻してきた際に本土防衛する上で必要となれあろう景気感銃が足りないことに気がついた。そこでニュージーランド政府はリーエンフィールド小銃を自動小銃に変えるためのコンバージョンキットの開発資金を出した。開発の結果 チャールトン自動小銃は1942から45年の間、ニュージーランドの強度防衛隊に配備された。チャールトン自動小銃は10発入り弾装またはブレン系機関銃用の30発入り弾装を用いて、球弾し、普段は半自動小銃として使い、緊急時のみ全自動小銃として使うことを前提として作られていた。二つのタイプがあり、 ニュージーランドで生産されたタイプとオーストラリアで生産されたタイプが存在する。ニュージーランドタイプはすでに体液済みのリーメとフォードとエメリーを元に作られた。一方、オーストラリアタイプはナンバー 1MKE を元に作られた。ニュージーランドタイプにはハンドガードにピストルグリップがついていて、バイポットもついていた。 全長 150mm 相談なし状態で重量 7.3kg がオーストラリアタイプには両方とも付いていなかった。しかし、作動方式はガス圧利用で同じ機構を組み込んでいた。ニュージーランドでは約1500丁が生産されたが、戦後すぐにほとんどがパーマストン北武器庫の失火により失われた。わずかに現存しているものもあり、 ニュージーランドのオークランドにある戦争博物館やイギリスの帝国戦争博物館などで今でも見ることが可能である。第二次世界大戦中、特殊部隊用に開発された小音カービン銃であるナンバー1 m k e をもとに45口径の拳銃弾、45ACP 弾を用い、弾装は M1911 ピストルのものをそのまま利用できるように改造し、 1960年代、イギリス政府と防衛省は、もし、ワルシャワ条約機構軍が、西ヨーロッパに侵攻してきた時の、民間防衛団体や、陸軍の戦時下の緊急用の小銃として、また万が一、イギリス国内に駐留している部隊と、海外派遣されている、部隊全体に1 1、L1A1、FN フェルの派生型が行き渡らなかった時の、保険として、 予備の小銃を保持し続けるプロジェクトの一環として、多くのナンバー4シリーズを 7.62mm ナトウ弾仕様に回収した。重心、弾装、薬室、撃発機構、廃車や機構等の内部機構、消紋などを 7.62mm ナトウ弾に適したものに回収された。ナンバー4シリーズは L8 という新しい名前を与えられた。L8 の外見は、 弾装と重心を除けば元になったナンバー4シリーズとの違いはなかった。L8 の採用試験は混乱を極め、イギリス政府と防衛省は在庫のナンバー4シリーズをこれ以上回収しないことを決定した。L8 の試作からヒントを得たイギリス陸軍は在庫のナン、no. バー 4MKI の多くを 7.62mm、ナトー弾仕様に回収し、新しくという名前を与え、 正式狙撃銃として採用した。L42A1 は1980年代中盤に L96A1 と交代する形で現役を引退した。L42A1 狙撃銃は既存の NO4MK1 狙撃銃と NO4MK1 狙撃銃から回収された更新型として1970年に配備された。この回収は エンフィールド王立消火器製造交渉により行われた。およそ1080兆が回収されている。第二次大戦中に製造された既存のノ o 4 m k 1狙撃銃とノ o 4 m k 1狙撃銃から回収されたため、引き金の回転軸がトリガーガード、用心鉄で位置決めされるままだったという点で、引き金の回転軸がレシーバー、機関部で位置決めされていた。 他の第二次大戦後の脳4派生型、脳 4MK2、MK1、2、MK1、3とは異なっている。いくつかの変化が取り入れられたが、当然のことながら、最も顕著な変化は、303ブリティッシュ弾から新しい7.62、X51mm ナトウ弾への転換であった。古い、303ブリティッシュ弾は、リム、円月の薬莢であったのに対し、 7.62X51mm ナトウ弾はリムなしの薬莢であったためチュートンズエキストラクターが変更されまた 7.62X51mm ナトウ弾の球弾のためより角張った新しい10発箱型弾層に変更された弾層のリップ部分の硬い突起は宿敵エジェクターとして機能した303ブリティッシュ弾用の宿器はそのまま残っていた 重心は、診断薬に対応するためだけでなく、命中精度を改善する目的からも更新された。第二次大戦終了後に開発された、命中精度向上のための知見のうちの一つである、フリーフローティング重心が装備された。フリーフローティング重心化するため、脳 4MK1 標準型の重症を短縮化し、全部重症部分が機関部前方の鉄製バンドの前のまでで切断された。 残りの木製重傷は、後部重傷に付けられたねじ込み式の木製方当てを、含め、原型の脳 4MK1 狙撃銃からほとんどそのまま、残された。選ばれた重心は、古い脳 4MK1 狙撃銃の重心が5畳左回りのライフリングであったのに対し、4畳右回り、1時12分インチ、1回転のライフリングを施された27.5インチ長の、 ハンマー単造製ヘビーバレルであった。重心製造のハンマー工程により、重心の外観にヘビ側のような模様が残っている。脳 4MK1 狙撃銃で取り外されていた、照準器、消門は、高学照準器の緊急故障の際のバックアップとして、再装備された。高学照準器の取り付け台座は、脳 4MK1 狙撃銃と同様、 ライフルの左側に取り付けるねじ込み式、光学照準機取り付け台座のままである。光学照準機は、倍率固定式4倍光学照準機である、ノー 4MK1 狙撃銃で採用された、ナン、no. バー 32MK3 を、回収、照準調整用の回転メモリが30、303ブリティッシュ弾に代わる 7.62X51mm、ナトー弾の弾道特性に適合するよう調整し、 L1A1 と解明されたもの。当時の狙撃銃すべてにおいて一般的であるが、2脚は装備されていない。したがって、副車の際には何らかの台、例えば砂バッグから、または手で支えた体勢、それによく適しているがから射撃す必要がある。ボルト操作は円滑であり、薬莢の排出は非常に良好である。薬莢は、 銃の近くに下方に排出され、最終射撃位置から離れる際に薬莢を捜索するのに便利である。L42A1 狙撃銃は、L96A1 と交代した1985年まで英国軍で使用された。オマーンのデファール反乱、北アイルランド紛争、フォークランド紛争において、特殊部隊、SAS、海兵隊員と落下傘部隊により実践使用され、 成功を収めている。なお未確認であるが、1991年の湾岸戦争において、特殊部隊 SAS が退役した L42A1 を再度引っ張り出し、L96A1 に使用される SB6XPM 光学照準機を装備して使用したとの情報もあるようだ。SB6XPM 光学照準機を装備した L42A1 を使用した。 SAS 部隊は1000メートル先の人間サイズの目標に一貫して命中させることができたと伝えられている。L42A1 狙撃銃は第二次世界大戦からの伝説的な狙撃銃の直径であり、そして最終的に20世紀の終わりに現代化された狙撃銃と取り替えられる必要が生ずるまで戦場においてその伝統を継承したと言える。 L39A1 は L42A1 に先立ち、陸軍の大口径射撃チームのために製作された射撃競技用の派生型である。望遠光学照準機の代わりに、パーカーヘール型のトンネル形状小生とマイクロメートル調節可能な後部照射区を装備していたこと、後部重傷がナン、no. バー8.22小銃の後部重傷と類似するセミピストル型グリップを持つものであった。 こと以外は L42A1 と類似していた。重心は L42A1 と同様に 7.62mm 版のハンマー単造製ヘビーバレルである。L39A1 は10発断層を持っていたが、断層搭載が必要とされなかったため、その後継型は一回射撃仕様のためのプラットフォームとして用いられた。L39A1 の民間向けバージョン。 外部の仕上げが軍用よりも高水準で製造されている。1970代初期から英国警察に使用された 7.62X51mm ナトーダ弾を使用する高出航機関向けバージョン。スポータースタイルの重傷を持ち外観は L39A1 と類似していた。L42A1 よりも軽い引き金が装備された。 高品質の登毒性ペッチャーベルリン 4-10X 変媒光学照準機を装備していたが、光学照準機の取り付け台座は民間向けであり L42A1 で使用されたナン、no. バー 4MK1 用ねじ込み式台座とは異なっていた。L39A1 で使われたものに類似した照準機がインフォーサーにも取り付けられていた。L42A1 用の 7.62X51mm ナトウダンダが取り付けられている。767丁が製造された。中印国境紛争直後の1962年に、インドにあるイシャポール造兵賞で、ライフル 7.62mm2A、またはイシャポレ 2A として知られる、SMD MKE をもとに 7.62mm ナトウダ弾を使えるように設計し直された新しいタイプのリーエンフィールド小銃が作られた。 外見はオリジナル S m リ MKEE そっくりだがオリジナルより四角い12発入りの断層を備えている点が異なっている。1965年からは消門の設定できる距離を2000メートルから800メートルにした上に 2A では12発入りだった断層をオリジナルと同じ10発入りに戻したライフル 7.62mm2A1 が生産されている。 断層の違い以外に 2A と 2A1 の違いはない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。